はい、皆さんこんにちは、パチでございます。ネッチプレイキュー2003続きやってまいりましょう。では登録とましょうからですね、今日はありませんね。で、怪我人追加はいらっしゃいませんでしたので、高井さんと田澤さん、岩瀬さん3名だけですね。岩瀬さんもあと2回になりました。で、試合はセリーグ、今日は2試合です。タイガースは今日もカープと市民球場ですね。3連戦の3戦目の登板、矢部さん。そしてスタメンは今日はこのままいきましょう。カープの先発は高橋さんですね。健さん、プロ野球ファンの皆さんこんばんは。本日は大歓声のここ広島市民球場からカープ対タイガースの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。さあ第9球、この球には手を出しません。早くも追い詰めました。一球間を置きます。ピッチャー返し、ノーアウトからランナーが出ました。ファウルボールです。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。流し打ち、これはアウト。アウトを一つ取りました。流し打ち、届きました。ホームラン。矢のような打球をライトスタンドへと突き刺しました。ここで先制して勢いをつけましたタイガース。これで早くも2点のリードです。すでに2点差。さあこのまま波に乗っていくことができるのか。慎重にボールを選んでいます。ファウルボール。スタンドに入りました。ファウルボールです。フルカウント。さあこの1球、一二塁間抜けるか。シングルヒット、ランナーは一塁。これはうまいバッティング、届きました。ホームラン。金本、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース追加点です。ランナーはありません。流し打ち、レフト交代。あー届かんかった。1塁回ってセカンドへ、際どいところセーフ。得点圏までランナーが進んでいます。スタンドに入りました。ファウルボールです。スタンドに入りました。ファウルボールです。これはどん詰まり。ようやくツーアウトまでこぎつけました。初球は外してきました。タイミングが合いません。
この段階で決めてくるか。ライトはどうか。入った入った。届きました。ホームラン。矢野、際どい球をうまく当ててライトスタンドへのアーチです。さあ、大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これは一方的な展開です。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。さあ、バッターボックスにはヤブ。右中間の打球だがどうか。一塁回ってセカンドへ。先ほどの打席でヒットを放っています今岡。これはうまいバッティング。わずかに届かない。今セカンドランナー悠々とホームイン。今岡、ここでタイムリーヒットを放ちました。先ほどの打席は外野フライに倒れています。おっと、ワンバウンド。際どいところわずかに外れています。スタンドに入りました。ファウルボールです。攻撃が終了しました。初回タイガース先制点を挙げています。塁には出したくないバッターです。ファウルボール。いいコースに決まりました。一気に勝負してくるか。三振です。多彩な変化球でどう攻めてくるか。これは平凡な当たり。そして一塁は一気に勝負してくるか。三振です。1回の裏の塁には出したくないバッターです。いった、これは文句です。若武者、際どい球をドンピシャで当てて大きな大きなホームランを放ちました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これは一方的な展開です。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。この球には手を出しません。センターへ。ああ、詰まった。難なく取りました。先ほどの打席でホームランを放っています金本。この球も見ました。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。ぐいぐい内角をついてきています。さあ、次の1球はボール球を振ってきた。さあ、この1球打球はセカンドへ。1塁は先ほどの打席でヒットを放っています木山。際どいところわずかに外れています。タイミングが合いません。
塁へ、余裕を持ってアウト。2回の表タイガース、さあバッターボックスには新井、バッター懸命に下がってフェンス直撃です。さらにセカンドへ、ノーアウトからランナーが出ました。センターへ、ボールは2塁へ、得点圏までランナーが進んでいます。ストレートから入った、早くも追い詰めました。三球三振、まだピンチが続きます。ライトはどうか、ライト落下点に入りました。さあタッチアップランナースタート、これでツーアウト。打線をつないでいきたいところ、当たりは今一つ、これでスリーアウト。2回の裏の攻撃が主、いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。左に切れました、これはファウルボール。ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。さあ勝負球です。飛距離は十分でしたがファールボールです。フルカウント、さあこの1球、追い込んだがもったいない、やや疲れが見え始めています。玉木、おっとワンバウンド、外角をよく見ています。この球には手を出しません。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。ファウルボール、これは一方的な展開です。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム、打球はショートへ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています今岡、際どいところに入りました。外外と来ています。さあ次の1球はスタンドに入りました、ファールボールです。ランナー2塁でストップ、得点圏までランナーが進んでいます。レフトはどうか、難なく取りました。ようやくアウト一つを取りました。ここでリリーフ登板となりました、マウンド上笹岡。先ほどの打席でホームランを放っています若武者、ピッチャー返し、あー抜けた。さあこれで満塁、浜中ここでタイムリーヒットを放ちました。
スコアリングポジションにはランナーがいます。打球はサードへ。二塁は快速セーフ。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。ピッチャー返し。ああ、捉えた。3回の表、タイガース、この回の攻撃はラストバッターからです。難なく取りました。ランナーはありません。追いつきました。先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。ピッチャー返し。華麗なグラブさばき。3回の裏の攻撃が今日はこれまでヒットはありません。アリア左中間への打球だがどうか。落ちました。さらにセカンドへ。得点圏までランナーが進んでいます。レフトはどうか。レフトバック、届きました。ホームラン。矢野、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。これは見ました。自らベースを踏んでアウト。先ほどの打席でヒットを放っています。今岡、スタンドに入りました。ファウルボールです。三遊間へ。ランナーは一塁。この球も見ました。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。やはりストレートを使ってきました。打ち上げてしまいました。これはアウト。これでツーアウト。先ほどの打席でヒットを放っています。若武者、ジャストミート、届きました。ホームラン。若武者、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。さあ、大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。この球も見ました。
ファールボールです。打球はセカンドへ。シングルヒット。ピッチャーは小山田。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。打球はサードへ。ランナー二塁でストップ。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。やって100を檜山、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今、ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。小刻みな系統を見せています。先ほどの打席でヒットを放っています。アリアス、スタンドに入りました。ファールボールです。慎重にボールを選んでいます。歩かせたくはないでしょう。ああ、打ち上げた。今一つ、長い攻撃が終了しました。4回の表、タイガース、スイッヤブ、この試合まだ点を許してはいません。バッター難なく取りました。先ほどの打席でヒットを放っています。新井、先ほどの打席でヒットを放っています。前田、ツーナッシング。一気に勝負してくるか。バッターどうか。おっと、切れました。抑えました。4回の裏の攻撃が終了し、ピッチャーは小林。これはボールとはっきり分かる球です。ランナーはありません。スタンドに入りました。ファールボールです。スタンドに入りました。ファールボールです。一球間を置きます。ここはきっちりと抑えました。先ほどの打席でヒットを放っています。今岡、スタンドに入りました。ファールボールです。際どいところわずかに外れています。流し打ち、
びない3アウト。5回の表の攻撃がヤブ、この試合まだ点を許してはいません。打球はショートへ、よく取った。この回先頭バッターは倒れています。この球には手を出しません。ツーナッシング、早くも追い詰めました。三球三振です。この回の出塁はありません。ど真ん中、ボール球を振ってきた。早くも追い詰めました。連続三振。5回の裏の攻撃が終了し、塁には出したくないバッターです。これは見ました。二遊間抜けるか、よく取った。送球よく間に合った。ランナーはありません。痛烈な当たり、伸びる伸びる、よく追いつきました。この回の出塁はありません。これはちょっと厳しいか。先ほどの打席でホームランを放っています木山。あ、こぼした。三塁は得点圏までランナーが進んでいます。初球は外してきました。内角をよく見ています。間に落ちるか、ストレートを続けてきた。高めを連続してついていますが、さあ次のボールで仕留めてくるか。フルカウント。さあこの1球、今一つ難なく掴んでいます。6回の表、ここで代打を出してきました。バッターボックス東出。ヤブ、この試合まだ点を許してはいません。一気に勝負してくるか。これは平凡な当たり。そして一塁は打球はセカンド。この回の出塁はありません。この球には手を出しません。早くも追い詰めました。三球三振です。6回の裏の攻撃が
先にニューマンさん出してきましたね。おっと、ここでこの人を送り出します。今日は大当たりです、矢野。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。ファウルボールです。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、バッターレフト余裕を持って構えます。広沢さんでいきましょう。この場面で代打を出してきました。バッターボックス広沢。マウンド上ニューマン。際どいところわずかに外れています。これは見ました。注目の一球、フルカウント。両者待ったなしです。ファウルボールです。さあこの一球、この打席は外野フライに倒れています。初球から来た、タイガース追加点のチャンスです。初球は外してきました。ライトはどうか、これでツーアウト。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。ストレートから入った、レフトはどうか、届きました。スタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。おっとワンバウンド、中間の打球だがどうか、これも入った。浜中、際どい球をうまく当てて目を覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。先ほどの打席でヒットを放っています金本、流し打ち、懸命に下がって、これも入った。際のいいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。まだ来ないサイクルヒット達成なるか。どうだ、伸びる伸びる、
どい球をうまく当ててライトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。先ほどの打席は内野フライに倒れています。内角をよく見ています。ボールが先行しています。内角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。確実に入れていきたい。ここで逆をついてきました。さあこの1球、ここは歩かせました。先ほどの打席は外野フライに倒れています。右中間の打球だがどうか。はあ、これも届きました。ライトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。終了しました。7回の表タイガース。さあリリーフはちょうど広沢さんで終わったんでね、今日は福原さんでいきましょう。タイガース、勝利へ向けて盤石のリレーを見せています。さあこの回はクリーンアップからの攻撃となります。これは見ました。打球は三遊間、一塁は余裕を持ってアウト。自慢の速球でどう攻めてくるか。これは見ました。ボール球を振ってきた。一気に勝負してくるか。三振です。ランナーはありません。この球には手を出しません。ツーナッシング、早くも追い詰めました。連続三振。7回の裏の攻撃がし、この回は1番からの高打順です。バッターレフト交代、届きました。ホームラン。絶好球をうまく捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ファウルボール。赤赤星さん、今日ノーヒットランナーはありません。
一気に勝負してくるか。スタンドに入りました。ファールボールです。打球はショートへ。合わせのカーブだ。今日は大当たりです。浜中カタッ伸びる。悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。ニューマン、このイニングには痛打を浴びています。伸びたドライブ、セーフカットボールか。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。まだ変えない。この打席でサイクルヒット達成なるか。初球は外してきました。ライトはどうか。お、アリアスさん待ってた。届きました。ホームラン。矢のような打球をライトスタンドへと突き刺しました。さあ、大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。先ほどの打席でホームランを放っています矢野。ライトはどうか。ランナーは一塁。表タイガース、さあバッターボックスにはファースト、ど真ん中三塁線は際どいところ、ファールです。三球三振です。ランナーはありません。この球には手を出しません。早くも追い詰めました。センターへ。シングルヒット。さっきここで代打。ああ、代走。もっと塁を埋めていきたい。これは見ました。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。この打席もバットは不発。2打席連続三振。ノムケンさんか。さあ、与えられた仕事をきっちりやってのけるか。ピンチヒッター野村。
打線をつないでいきたいところ。スコープがねよろしくなくなってきているよね。もうに勝負してくるか。センターへ、これはゴン詰まり。8回の裏の攻撃が終了します。どっちや、長川さんか、この交代がゲームの流れをどう左右していくんでありましょうか。先ほどの打席でホームランを放っています今岡。一塁へ、自慢の速球でどう攻めてくるか。今日はついてないな、かわいそうやな。変化球から入った。タイミングが合いません。勝負球です。フルカウント、両者待ったなしです。スイングアウト、浜中このチャンスに空振り三振です。9回の表、この回あと3人抑えてしまいたい。まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。ボール球を振ってきた。早くも追い詰めました。ファウルボール。一気に勝負してくるか。これはスイングアウト。ランナーはありません。掴んでいます。あと1人踏ん張れるか。これは見ました。あと1球、試合終了。興奮冷めやらぬ広島市民球場からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガースカープを下す結果となりました。ということで3戦目は30点超えで、ホームランが多分ね表記しきれてないと思います。ヤブさんが25勝目、ケンさん10敗目、福原さんも25セーブ目となっております。矢野さんが4発目。はい、ということで18本かで、赤星さんが8タコというねすごいなこれ。今岡さんが、猫ちゃん、ハマちゃんが6安打で、金本さん、檜山さん、矢野さんが5安打ね。でホームランは猫ちゃんと矢野さんが4本で、今岡さんは1本か。そうやね、最後の8回で打ってたよね。
で、浜ちゃん、金本さんが3本、木山さん2本、で、有安さん1本とね、惜しかったね。広沢さんも1安打か、ね。という感じですね。今日は38安打33得点というところ、投手成績は薮さん6回投げて被安打2の7奪三振、福原さんは3回投げて被安打1の6奪三振という結果でした。では、3連戦終わりましたんでね、怪我人は1人、ああ、カエンさん、スワローズが、あー、0.5 ゲーム差か、2位がね。あ、ジャイアンツが追い上げてきてる。カープと 0.5 ゲーム差になってる。で、ベイスターズはこれはもう今日決まったんかな。あと15試合、いや、まだまだよね、はい。チーム成績ね、得点が2553、失点86、チーム本塁打964本、盗塁266、打率5割1分9厘、防御率 0.68 ですね。まあ対戦成績はこんな感じですけど、他チームの対戦成績をねちょっと見たかったんでね、大体24、5、6試合ですね。カープとはあと4試合残してますけども、で、もう次ぐらいで最終節になるかな。スワローズとねドラゴンズがジャイアンツに大きく勝ち越してるんですよね。で、カープは逆にベイスターズにはめちゃくちゃ大きく勝ち越してるんですけども、ドラゴンズとはまあね五分五分で、ジャイアンツに三つ巻き越してるのがちょっとあれか、厳しくなってきてるのかというところですよね。もしかしたら4位に上がるかもしれないというところで、打率、アホイさんがだいぶ下がったね今日の8タコで。で、ホームラン、矢野さんもついにね一気に4本打って80本超えしましたね。で、打点、試合全試合出場は、タイガースは4名、出塁率猫ちゃん7割3分、浜ちゃんと井中さんは6割超えやね。で、打数、ヒットは猫ちゃん500安打か。で、今岡さんと浜ちゃん400安打。山さんも300安打。これは超えそうですね。ツーベース、今岡さんが104本。4本差やね、浜ちゃん。スリーベースは猫ちゃん。最近ちょっと、まあ今日は、この3連戦はね、市民球場やったからスリーベース出にくいからね、あれでしたけど。得点。で、三振もまあまあ少ないよね。一番多いのは100三振。清水さんで、吉野さんもあと1個で103で、フォアボール選んでるのはそれもこれも清水さんやね。古田さん51、リーダー犠牲フライ、あ、今岡さんと浜ちゃんいいね。で、盗塁、あ、川内さんと大きく差が開いたな。小石さん今日塁出れんかったからね。で、失策、ギムタクさんが意外としてるというところね。さあ、ピッチャーの方は防御率争いがね、これは川尻さんがね投球回ギリギリなんですよね。実はウィリアムさんと、川尻さんが 0.50、 ムーアさん、おとといかな失点しちゃったんでね、ちょっと一歩後退ですね。はい、勝ち頭はムーアさん、なんとかあと4試合で、ね、ちょっと5回ぐらいで切り上げて、3日休養という形でいけば回せるかなと思ってます。もうね、で、井川さんはね投球回と奪三振王がかかってるんで、関東とね、これね今2位の上原さんと13か、朝倉さんも200三振超えてるんでね。で、フォアボール、デッドボールで、非日本リーダー竹下さん50本打たれてんのね。ニューマンさんも今日めちゃくちゃ打ったから一気にねトップ10入ってきちゃいましたけどね。はい、ということで、浜
ベイハマスタ、ハマスタではなくて甲子園でベイスターズと次回から2連戦で、ここでは神宮で名古屋ドーム、これは甲子園で、これは東京ドーム、ここでタイガースは、今シーズン最後の甲子園なのかな。これはもちろんね、雨で流れた後のなんだあのね、追加日程ですからね。甲子園はだから実質4試合なのかね。はい、ということで次回からは、甲子園でベイスターズと、2連戦ね、今シーズン最後のベイスターズ戦となります、ベイスターズとのカードとなりますね。お楽しみにしておいてください。あ、もう56分だ、長時間お付き合いありがとうございました。それではさよなら。